J リーガー1分紹介。はい、どうもヒデです。今回紹介するのは京都サンガの守護神上福本直人選手です。上福本選手は順天堂大学に進学し、在学していた4年生の時に大分トリニータの特別指定選手として登録され、卒業後は正式的に大分に加入しました。2013年には町田ゼルビアにレンタル移籍で加入したものの、出場機会はないまま大分トリニータに復帰し、出場できない時期が続きます。そんな上福本選手の転機となるタイミングがあります。それは大分トリニータが J3 に降格してしまったタイミングです。降格したタイミングで正ゴールキーパーを務めていた武田選手が名古屋に移籍することにより出場機会が増え、その年 J3 のベストイレブンにも選ばれる活躍を見せます。そして2017年には38試合に出場、そこから東京ヴェルディに移籍し先発出場を続け、徳島ヴェルディスに移籍します。そして徳島ヴェルディスを J2 優勝、8シーズンぶりの J1 に導きました。そして今シーズンから京都サンガに加入し、すでに京都サンガに欠かせない存在となっています。そんな上福本選手の特徴はやはりセーブ力です。特にペナルティーエリア内のセーブ率がリーグで4番目に高く、京都の守備を支えています。それに守備範囲が広く、勇気を持ってカバーに行ける選手です。ですので今後も京都サンガを勝利に導くビッグセーブに注目です。以上。